赤ちゃんの動きが活発で、頭を下にした姿勢に落ち着きます。疲れてきたら無理をせず体を横にして十分に休息をとってください。1日数回、数秒で止まるお腹の張りなら大丈夫ですが、1日に10回以上張ったり、強く長く張ったり、いつもと違う張りを感じるときは要注意です。すぐに病院に連絡し、先生の指示を仰いでください。ところで、赤ちゃんの名前は考えましたか？名前は生まれてくる赤ちゃんへの最初のプレゼント。ぜひ愛情のこもった名前をつけてあげたいですね。出生届には提出期限がありますので、今のうちにいくつか候補を出しておくのがおすすめです。また名前に使用できる漢字は法律で決められていますので、名前の候補が決まったら名前に使える文字か念のためチェックしておきましょう。ではまた来週、お体を大切に。